そうですね。やりました。まずまずでしょうか。いい感じですね。今週はレースがあります。素晴らしいです。適正な馬体重です。一番人気ですが。ただいまより投票受付を開始します。今年も名勝負が期待できるか。和産地北海道で行われる大一番。さあ飛び出した12頭。まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは東海ハイローが行く構え。それから6番東方ジャッカル、内を通ってスルスルとラストインパクトが上がっていきました。外を通ってヒットザターゲット。まもなく第1コーナー、サクラアルディートがその後ろ、ラキス。それからもう1頭、9番山勝エース、ステラウィンド。3番ダービーフィズ。まもなく第2コーナー、その外からはデサイファ。そしてその後ろから10番萩野ハイブリッド。やっぱり後ろから行きます。型のデザインと竹豊騎手マイポジションといったところでやります。さあもう一度このスタンドから大歓声が上がります。型のデザイン直線伸びてくるのかどうか。先頭は東京ヘイロー。一番内からラストインパクト、ラストインパクトがそう詰めてくる。先頭柴田と東京ヘイロー。東京ヘイロー一着札幌記念。勝ったのは12番東京ヘイローだ。次に備えましょう。1着12番、2着4番。レースを終えた馬が戻ってきました。ご存知ですか？ところで、ご存知ですか？ご存知ですか？いい感じですね。嬉しそうですね。ご存知ですか？いい感じですね。いい感じですね。先日の話なのですが、いい感じですね。嬉しそうですね。
上がりです。いい感じですね。今週はレースがあります。期待が持てます。まずまずでしょうか。3番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。さあ、拍手が湧いている東京競馬場、伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でありましょうか。ゲートが開いた。6番ベルーサ、ちょっとタイミングが合いませんでした。11番アンビシャス、あんまりいいことはありません。先行争いであります。8番ラブリーベイが先頭に立ちました。これをマークするように。エイシンヒカリ、そして3番手にイスラボニータであります。ラストインパクトがその後ろ。それからもう1頭サトノクラウン、12頭これから向こう正面であります。それから1番ステファノス、これと一緒に湘南パンドラ。それから5番デサイファ、10番スピルバーグ、その後ろ3馬身くらいあって、7番カタノデザインアンビシャス、そのうちベルーサ。さあ先頭の方はどうなっているか。3番エイシンヒカリが先頭です。そして1番人気のラブリーデイ、うまくいっているんではないでしょうか。それから離されましてイスラボニータ、12番プロイバタイラストインパクト、そして内からは2番サトノクラウン、その後ろでやりましょうか。湘南パンドラ、もう一頭1番ステファノス、この辺りちょっと離れている5番デサイファ、そして外からは10番スピルバーグ。さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。ラブリーデイは2番手、このまま抜け出すか。先頭武豊とエイシンヒカリ、外からはラブリーデイ、ラブリーデイが3番手、先頭はエイシンヒカリ、ステファノス、一気にかわした先頭に立ったステファノス、先頭アンビシャスが2番手、先頭トサキとステファノス、先頭は1番ステファノス、1着ステファノス。戻ってきました。